はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、本日のテーマがこちらということになりますが、地方分権という形になります。地方分権。さあ、地方分権って何ですかということが大事になってくるわけなんですけれども、今までの状態がこうです。いいですか？地方がやれる仕事っていうのは3割に限定します。3割に限定します。あとは国の指示に全部従ってください。っていうんで、国がバーッと全部要するにやってしまう。つまり国が主導で全部やりますよ。っていうのが今までのやり方。で、地方分権ってのは何かっていうと、国はもう地方には関与しませんと。ね。お金はとりあえず適当に渡しますと。で、地方は地方で勝手にやってください。我々はそれ以上口出ししないんで。っていう風な形になったのが、地方分権ということになります。で、これは良い面と悪い面の両方があります。良い面と悪い面の両方があります。まあ、これやりたい人は、まあ、大学受験でしっかりと公民とか学んでほしいんですけれども、簡単に言うと、地方が地方の独自の要するにオリジナルを持つわけです。例えば、農業が盛んな地域と漁業が盛んな地域だった場合に関して、必要なことって違うんです。でも、このやり方だったら、いやいや、漁業を推進していきたいの。いや、ダメです。ダメです。全国一律で農業を推進します。いう風な形になった場合に、いやいや、漁業の方をやりたいんですってダメです。という形になるんですね。で、地方分権になると、うちは農業が中心の地域なんで、農業を要するに積極的にガンガン押していきますよっていう地域が出てきます。で、漁業を中心に積極的にやりますよっていうのは漁業を中心にやります。工業を中心に積極的にやっていきますよって地域は工業を中心にやっていきます。という形で、地域地域に合わせた政治ができるというメリットが一つあります。しかしながら、デメリットが一つあって、この地域はすっごい金持ちやけど、この地域はすっごい貧乏みたいな状態になってしまうっていう負の側面もあります。つまり、地方分権っていうのは一言で言うと、地域地域に合わせた政治ができますよっていうのがメリットです。簡単に言うと。しかしながら、デメリットとしては、地域の格差が生じるようになりますよ、という風になっていくっていうのが、この地方分権ってことです。つまり、国から地方へ、地方のことはもう地方で勝手にやってください。国は知りませんわ、関与しませんわ、という風になっているのが、地方分権という形になるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。